こんばんは。お疲れんこん。ただいま。写真会投票当選したよ。よかった。あ、チェキ会の申し込みって書こう、テロップに。チェキ申し込み22時59ふくふくです。こんばんは。申し込んだよ。ありがとうございます。ギリギリ申し込むの忘れないようにしてね。よいしょ。ありがとうございます。髪がボサボサだわ。こんばんちゃ、こんばんちゃ。お疲れんこん。今日はオンラインお話し会がありました。来てくれた人ありがとう。ありちゃんの配信から来ました。あ、ありがとうございます。ありちゃんの配信見てた。元気です。野良猫は懐かれてる。いいな。大好き。ピクフクフクフク。嵐かありがとう。なんか平日は土日よりもゆっくり時間が流れる感じがして、お話し会会場の秒数はもちろん変わんないけどさ、なんかゆっくり時間が流れてる感じがして、なんか雰囲気が平日って感じで、それもまたよしって感じです。節分2月に、あ、そうだよ。まあでも、まあ平日も休日も変わらず楽しいですが、家族 LINE、 ああそうそう、今日家族 LINE に間違えてこういう自撮りを送っちゃったんだよね。既読3ってついて終わったけど。今週末の武道館の次の日のお話し会は、あかりちゃん JK コスプレなのでお楽しみに。私は被害回避ペア、ありがとう。まあだから、まあその日は一日中一緒の格好だけど、まあ髪型とか変える件許したけど。でもさ、みなみとゆみりんと、みなみとゆみりんと、その、にゃーぽっぽで、一緒に制服ってことで、で、みんなで同じブランドのとこで、で、しかもコスプレじゃなくて、ちゃんと制服屋さんで買ったんよ。で、色違いで買ったんですけど、まさかの、そう、まさかのね、多分その日ね、3人が揃わないっていう
事件が起きちゃって3人が揃わないというね、事件が起きちゃって、あらまあって感じですよね。でもそれはさ、3人でコスプレしようって言ってた時にはさ、分かんなかったことだからさ、しょうがないけど、でもまあコスプレしますって言って売ってるものだからコスプレはするけど、集合できないからココになっちゃうだからいつかこのコロナが落ち着いたら3人で制服コスプレユニバ行こうっていう話で落ち着きましたその時に一緒に着る、またそう、せっかくだから一緒に着たかったんだけど、だからもうコロナが落ち着いたら3人で制服ユニバしてそこで写真撮りますのではい、それまでは首を長くしてお待ちください。そうだから一人でコスプレをしてる人になっちゃうけど、まあいっかしょうがないね。普段はこんなことないのに、その日に限ってそういうことが起きるからな。武道館行けなくなったありゃまあもうしょうがないよ。武道館行けない人はもうしっかり返金してお金返してもらっていいな。それが大事。あ、そう、カニの日があるね。2月20日はありちゃんとカニの格好カニの格好って何でアリちゃんがね、カニのやつを買ったらしいので着ようって、めっちゃ面白いよね。だから私もまだ実物見てないから分かんないんだけど、カニを買ってくれたらしいのでカニを着ます赤いパーカーだけ用意しといてって言われたから、赤いパーカー用意して赤にちゃんになります。あ、ギフトありがとう、嬉しいです。お楽しみに。赤にちゃん赤に、赤いカニ赤にちゃんになります。お楽しみに。2日の感謝枠開きました。おお、嬉しい。マモ枠だったからか。ありがとうございます。じゃあ5月29だな。やっほー、あと5月1と5月29だ。みんな5月1と5月29鑑賞枠開けたいですよろしくお願いします。もし参加してやってもいいぞ、お礼の時間を福田にくれてやってもいいぞって思ってる方はぜひします。チェキ申し込んでない僕は損してますかね。うん、してる。もうしてるよ。こんなに私が可愛く待ってるって言ってるのに、プンスか。感謝枠申し込んで、あ、ありがとうございます。
福。チキの申し込みはもうあと1時間もない、あと50分ぐらいで申し込みが終わっちゃうので、間違えて5月30日が出るって、いや間違えてとかないから大丈夫、来てくれるいつどこでも嬉しいけんね。チキ会今申し込んだ、お、ありがとう。チキ会申し込み忘れなきようよろしくお願いします。これから挽回しますって。50分より3000秒高くと長く感じるよね。まあそうだけど。武道館開演してからも入場になりそう。大丈夫だよ。そういう人多いと思う。6時からに間に合わなくても急いできて。大丈夫大丈夫。私もよくやるよそれ、他のライブで。仕事終わらなそうだけど、一番しんどくきつかったのはどうしても行きたかったけどどうしても仕事あって行けなくて、でライブハウスだったんだけどドリンク代いるじゃん600円で、入るにはドリンク代がいるんだけど、だからもうそれもいいやと思って、チケット代ももちろん払ってるけどドリンク代もいるじゃん。でもう本当にライブもう終わられた時に、今入っても終わってるかラスト1曲ぐらいかもしれませんよって言われたけど、いいですって言って600円渡してカッて入って行った瞬間終わったことがあったね。そう、でもそれも私的には良き思い出、行ったもんってなったから、まあそういうのも楽しい思い出になるので大丈夫。ツーショット撮りました、ありがとうございます。そういうパッションで生きてるんで私。会場の雰囲気だけ味わって終わりました。ファッション大事。ハートありがとう。あ、なんかすごい活発な気がする今日、腰とかハートとかありがとうございます。今日ちょっと早めに終わります、ショールーム10時半ぐらいに終わろうかな。ちょっと今日は、明日はちょっと早いっていうか、まあそんなめっちゃ早じゃないけど、明日の準備とかもしたいのと、ちょっと今日はね仕事そんなに早くなかったけど頑張ったのでちょっと早く終わります。あー武道館明後日か、頑張ろう。JK なるのは16。明日夜配信早い、わかんない、何時に終わるか。いよいよです、お疲れかな。バラありがとう、ありがとうございます。一連の小槌。なんかもうすぐバレンタインですね。こんばんは。ふくふく。またアンパンマンチョコいっぱい買わないとって気づいた。でもちょっと今までは頑張ってドンキとかお菓子屋さんとか駆け巡って
アンパンマンチョコを、広島中のアンパンマンチョコを買い占める活動をしていたんですけど、1週間ぐらいかけて。ちょっと今年は寒いし、コロナだからあんま動き回りたくないから、ちょっとネットで買おうかなっていう新たな試み。疲れんかん、ハートありがとう。で、アンパンマンチョコ配りおばさんになろうと思います。まあお姉さんですけど。追加します、29日ありがとう。よかった、私アンパンマンチョコタイプで。手作りの人とか今年は渡しづらいよね、手作りチョコとか。ちょっとコロナ禍だから、別に気にしない人は気にしないだろうけど、気にする人は気にするだろうから、私は既製品税でよかったです。禁止されたりしないかな、大丈夫かな。まあ、禁止されたとしても自分でアンパンマンチョコめっちゃ食べればいいか。ハートありがとう。すごい、めっちゃハートがもりもり。今日さ、ありちゃんにさギフト投げたって気づいたんだけど、なんかハートも普通のハートと動くハートがあって、あと可愛いっていうスタンプにも普通の可愛いっていうスタンプと動くっていうか、アニメのスタンプがあって、なんか投げてみて気づく。いや知ってたけど、動くのがあるって、あ、こういう風にやってんだなって。久々にギフト投げ、あ、そうそう、その可愛い、その動くってか、上に出る可愛いとポンって投げられる可愛いがあるんだなって思いました。ハートありがとう。みんないつもなんかさ、みんなかの画面からどうなってるか知んないけど、あ、かっこいいもあるんだね、ありがとう。ギフトって例えば、まあ値段の差はあるけど、こっちからしたらハートのその1個とか10個とかだとしても全部タイムラインに表示されるの。そっちは多分全部は表示されないのかな、わかんないけど、視聴者側からわかんない、配信者側から全部見えるからさ。なんか私全部読み上げてないから、ちょっとそこは申し訳ないなと思うけど、誰がいつ投げてくれてるなとかいつも見えてるのでありがとうございます。そっちから見たらハート1個とか見えないからよね、でもこっちからは見えるんだよね。そう、ありがとうございます、嬉しいです。そう、微妙な仕様の違いですね。うん、内座の小槌とかもありがとうございます。内座の小槌のギフト人気だよね。あれができてから内座の小槌にみんななんか人気な気がする。知ってる？ふくふくです。あー、なんか忘れ物しないかな。別に何もいらないんだけど、ライブするだけだから。でもなんか忘れ物しないかなって思っちゃう。寝と？なんでだろうね、このなんか忘れ物してる感ってあるよね、人生ってずっと。ふくふく、ありがとうございます。ギフト、これ金槌なの。お疲れんこ、あ、ありのすけだ、アリノスケー、かわいい、
かわいい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 。チケット忘れないように、いや演者側だわ。ありのすけありちゃん、なんかかわいいこと言って。え、ありちゃんがかわいい10個投げたんだけど、やば。ありがとう、ありがとう、ありちゃん。うわ、すごい。私1個しか投げてないのに、10倍返しじゃん。ありがとう。今度お菓子あげるね。ピヤー。みんな、みんな、すごいね、ありちゃん。とうとう、ありがとうございます。10倍返ししてくれた。ありがとう。すごい、涙止まらんね、アリンコ。すげー、すげー。チュキ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 よ、だって。大変、こりゃ大変、こりゃ大変だ。もう僕はもうってやつだ。僕はもう気絶しそうだよ。底辺底辺。ふくふく。だった。早く寝なさい、アリちゃん。アリちゃんはもう赤ちゃんなんだから。ダメだよ、もう10時過ぎてるから寝なさい。茶が飲めないよ。来年サンタさん来ないよ。早く寝なさい、赤ちゃんなんだから。ふくふく、こんばんは。お母ちゃんと、ありちゃんのお母さんとして、ありちゃんを産み育てる者として、私はありちゃんを守ります。こりゃ寝たな、グースカ、グースカピー。アリちゃんが成人した時に出すって決めてる、アリちゃんの激かわ赤ちゃんグースカピー画像があるんですけど、アリちゃん早く成人してくんないかな、早くどせたい赤ちゃん画像。あれ激かわなんです、口が開いてるんです。赤ちゃんの口に手入れたくなるじゃないですか、その気持ちになります。かわよ。アリちゃん31、すごい。その頃福ちゃん 26? あんま変わんないね、26だったら。お話し会買いしました、ありがとう。ツーショット当たった、お、ありがとう、嬉しいです。あ、チェキ会申し込む人あと30分ぐらいで締め切りなんで、よろしくお願いします。かわいい格好します、にゃん。
にゃん。だった。うどん買ってくれたんだ。ねっと。混んだこと忘れないようにしなきゃ。混んだこと忘れる夢見たな。迷子になってここにたどり着いてしまった。よかった、一番いいとこにたどり着いたよ。砂漠で言うとオアシス。ねえ、今日のツイッターに載せたさ、イーブイの顔真似してる写真見た？こうやってイーブイ持ってる。写真見た？あれ可愛かったでしょ？めっちゃ気に入ってんだけど、あれ気に入ってからフリートにも載せちゃった。ピンタレストにも載せようかな。あの写真気に入ってる。可愛い。可愛いでしょ。ポケモンの顔。ブイ。似てた？見てない人はアカリのツイッターを見てください。ツイッター。ピンタレストも見てください。かわいいだって。ありがとう。ピンタレスト。ここにバランスボールがあるけんなる。うわあ、うわあ、うわあってなるー。今日も通常運転でよ。えいなるが。シックスシングルオンライン話し会キャラやりにでただいま受付中。5月1日と29日は特に待ってる猫オンラインお話し会申し込みの者の中から抽選でなんと会えるお話し会に参加できる。7月10日は関西、7月11日は関東、7月25日は広島。 100% オンラインサインやオンラインズーショットができる監視枠もあります。ほとんどラグなどもなくスムーズにテレビ電話ができます。起きてすぐお家や車やホテルや職場などから参加できます。以上、瀬戸内のアイドルアイドル STR48 でした。ありがとうございました。バイバーイ。そろそろ終わります。そろそろ終わります。話し会申し込んでありがとう。ランキング山ーっと
スマホ一つであなたの家が主会会場に。コメントギフトありがとうございます。視聴ありがとうございます。愛してる愛してる愛してるマジだよ。13位から読みます。ガチの寿司つってかつってか。玉服隠れ欲しい、ありがとう。徳をありがとう。大助うどんはサンドの飯をうどんでギョリのなめ。福田かえちゃんかわいい大好き、配信ありがとう。こちらこそ。けんちゃん ST4Z 森かほかみよしありがとう。近いしありがとう。かなぶんありがとう。ハイパーありがとう。かつやありがとう。としあいご1回63配信ありがとう。明かりすぎが止まらない俺です。あーこは不思議や、なんでや、にゃでかにゃー、好きだからじゃね。ブーチ半熟卵店私しかありがとう。平日ラインのありがたき、しかも今日の可愛さも半端なかった。やったぜやった。おやすみ。どうも。いよいよチケットもゲットして、あとは迷子にならんように武道館に行くだけや。迷子になるかもだから早めにね。そして33位に峰吉ありさぴょん。あと、というわけで私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。いきます。ありわさと福田は瀬戸内サンドの飯はうどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。皆さん今日も一日本当にありがとうございました。お話し会来てくれた人もありがとうございました。お話し会申し込んでくれた人もありがとうございました。チェキ会申し込んでください。ネキ会はこの後22時59分まで受け付けているので、 HUV さんやあと私の Twitter でも載せてるので、よかったら申し込んでください。はい、オンライン話し会も申し込んでください。それではお互い体調に気をつけてぬくくして寝ましょう。お疲れ、おやすみ、むずみでした。ありがとうございました。バイバイ、おやにょん、夢でお会いしましょう。バイバーイ。